どうも、カオムーです。2022年11月8日、本日は皆既月食の日で、東の空を見上げると月が地球の影に入って赤黒く染まっているのが肉眼でもよくわかります。初めて見たんですが、かなり感動的ですね。しかも今回の月食は天王星も月に隠れる惑星食で、これはなんと442年ぶりのことだそうです。次回皆既月食と惑星食が同時に見られるのは322年後の2344年7月6日。惑星食の方は小さすぎて全く見えませんでしたが、今日は非常に貴重なものを見ることができました。さて、そんな皆既月食を見ながら電車で向かっているのは兵庫県朝来市にある天空の城で有名な武田城です。なぜ天空の城と呼ばれているのかというと、その周辺ではとある気象条件が重なった時に大量の霧が発生して雲海となり、まるで雲の中に浮かんでいるように見えることがあるためで、11月は発生確率の高い見頃の時期でもあります。今日の夕方に雲海を予想しているサイトを見てみると、明日の朝は雲海が発生する条件が揃っているとのこと。これはチャンスということで、すでに夜8時を回っていますが、思い切って行ってみることにしました。ちなみに雲海が発生するのは朝6時頃から8時頃ということで、前日から現地で宿泊する必要があります。姫路駅に到着しました。ここで兵庫県北部へと向かう万丹線に乗り換えます。播磨と但馬を結ぶ路線ですね。50分ほど乗って到着したのは寺前駅。この先は電化されていないので向かいの列車に乗り換えるのですが、すごいのが止まっていました。海山結びと書いてあります。最初見た時、これに乗っていいのかかなり迷いましたね。どう見てもイベント列車のようで、特別な切符がいるのかと思いましたが、特にそんな案内もなく、とりあえず乗ってみると、この内装、完全に観光列車です。調べてみると、この海山結びは旅行会社が企画するツアーに当てられることもあるようですが、普通列車としても使われているとのこと。運行時刻は公表されておらず、見かけたらラッキーとされているそうです。寺前から予想外の豪華な観光列車にほぼ貸し切り状態で乗って約1時間、神戸から約2時間40分で終点の和田山駅に到着しました。時刻は22時50分。武田城の最寄り駅は一つお隣の武田駅ですが、今回は和田山駅近くのホテルに宿泊するので、ここで下車します。明日の朝は雲海が期待できるということで、付近のホテルは満室が多く諦めかけたところ、予約サイトに表示されなかったホテルにダメ元で電話してみると、なんと一部屋だけ空いているとのこと。今日は稀に見るラッキーデーのようです。部屋はこんな感じ。遅くに到着したにもかかわらず、とても親切に対応してくださいました。日が変わって11月9日、昨日チェックインするときに武田城跡雲海ツアーというのを案内していただき、ギリギリでしたが申し込むことができました。ホテルを朝4時45分に出発、マイクロバスに乗って途中他のお客さんを乗せながら、バスは雲海がきれいに見えるスポット、立雲峡の登山道入り口に到着。もちろん街灯とかはなく、9時間前には赤黒かった満月だけが眩しく輝いていました。立雲峡は武田城の向かいにある朝子山の中腹にあり、ここから30分ほどの登山となります。暗闇の中ひたすら階段を登っていると、木々の間から見える霧がかった景色と月がとても幻想的でした。10分ほど登ったところで、早くも最初の展望台がありました。武田城跡第二展望台、すでに絶景といった感じで、ちょっと感動してしまいました。あと、普段はその存在にすらあまり気づかないんですが、月って明るいんですね。こういう場所だととても明るく見えて存在感があります。登山口から約30分、立雲峡第一展望台に到着しました。まだ辺りは薄暗い状況ですが、ものすごい量の雲海です。武田城跡が覆い隠されてしまうほどです。立雲峡もここからの景色も初めてなんですが、ネットやパンフレットで見るのと実際に見るのでは印象が全く違い、生で見るとすごい迫力です。まだ上にも展望台立雲峡テラスがあるということで行ってみると、さらにすごいこの絶景です。この素晴らしい雲海の風景が立雲峡という名前の由来だそうですが、これは確かにそう名付けたくなりますね。
だんだん明るくなってお城の石垣にも光が当たるようになるとより感動的。雲の中に浮かんでいるように見える武田城跡はまさに天空の城です。それにしてもすごい雲海ですね。この景色は主に10月から11月に様々な気象条件が重なった時にしか見られないようで、本当に今日はいい日に来ることができました。立雲峡テラスからはもっと奥の方にも行けるようで、大鳴池と書かれた看板も気になり、ちょっと行ってみることにしました。紅葉がとても綺麗です。これが大鳴池でしょうか。可愛らしい橋もあって、ここも観光スポットといった感じです。時刻は午前7時20分。いつまでも見ていたい風景ですが、バスの待ち合わせ時間が8時なので、そろそろ下山することにします。名残惜しいですね。いつかまた見に行きたいと思います。この辺りも紅葉が綺麗ですね。行きは暗くてよく見えませんでしたが、登山口から立雲峡テラスまでの間にはいろんな見どころがありました。祠のもとに天井岩という特徴的な大きな岩があったり、その場所や形からいろんな名前が付けられた桜の木もたくさんあります。ここは桜の名所でもあるようですね。春は雲海の出現確率がぐっと下がるそうですが、気象条件が揃えば雲海と桜が同時に見られるということで、ぜひ今度は春の雲海に挑戦してみたいと思います。リスもいるようですね。山桜と苔むす巨岩の群石、これも桜と一緒に見たい風景です。雲海の見ごろは通常8時くらいまでだそうですが、まだまだ健在です。立雲峡開花一番の山桜、確かに座って休むのにちょうど良さそうです。岩に張り付いて頑張っている松、可愛らしい松、可愛らしい表現です。この辺り絶対春はものすごい景色になることでしょう。登山口に戻ってきました。立雲峡案内図には田島吉野と書かれています。吉野といえば古来から桜の名所として知られている奈良県吉野山ですが、つまりここもそう呼ばれるほどの桜の名所ということで間違いないでしょう。霧と紅葉のコラボ、これもこの時期ならではの幻想的な風景で見応えがあります。帰りはまたマイクロバスで送ってくれます。当初はホテルから武田駅までタクシー、駅から登山道まで1時間歩いて登る予定だったので本当に助かりました。ツアー料金も2000円とお手頃価格で、またぜひ利用してみたいです。ホテルまで送ってもらうこともできるんですが、今回は途中の武田駅で下車。風情ある立派な駅舎ですね。次は武田城跡の方へ行ってみようと思います。武田城跡近くへ行くバスの時間まであと30分ほどあるので、朝ごはんを調達しに行くことにしました。武田駅から続く街並み、古そうな家も新しそうな家もありますが、どれも景観に配慮されているのか統一感があります。途中、丸山川という大きな川がありました。あの雲海はこの丸山川からの霧が湧き上がったものだそうです。白鷺でしょうか。気持ちよさそうに飛んでますね。
川を渡ってのどかな田園風景をしばらく歩くとローソンに到着。ここでパンとコーヒーを買いました。ようやく青空が見えてきました。とはいえもう8時半ですが、まだ霧は残っています。駅に戻ってきました。間違いなく竹田城方面に向かうバスが止まっています。窓も含めてできる限りのラッピングがされています。その名も天空バス。ちなみに竹田城跡まで駅の向こう側にある登山口から徒歩でも40分くらいだそうですが、今回登山はバスに任せて体力を温存しようと思います。竹田駅からバスで25分、料金は260円でした。平日ですが車内は結構な混雑でしたね。ここからは徒歩で 0.9 キロありますが、そんなにきつい坂や階段はなく、紅葉を見ながらのんびりと向かいました。しばらく歩いていると、ここにも見どころが一つ、落ちない岩というのがありました。すぐ向こうは崖になっており、落ちそうで落ちない様子から受験生に人気のスポットになっているようです。紅葉と向こうの竹田の街が美しいですね。入り口に到着すると500円の観覧券を買っていよいよ入場です。ここはかつてそれほど人気のある場所ではなかったようですが、2007年に地元のアマチュア写真家の方が撮影した雲海に浮かぶ竹田城跡の写真が日本100名城のガイドブックに掲載されて以降、多くのメディアで紹介され、その後もドラマや映画、 CM のロケが行われたり、ネットでも話題になったりして、特に2013年から14年頃は空前の竹田城ブームでした。ところどころにライトが設置されているので、夜間はライトアップされるのでしょうか。しかし急激に多くの人が訪れたことで土砂が流出するなどの問題が発生し、このように地面に保護シートがかけられるなど、いろんな対策がされたようです。今はそのブームもだいぶ落ち着いていますが、日本の重要な史跡にも指定されている竹田城跡、大切に見て回りたいと思います。さて北千住の広場からの景色ですが、時刻は9時20分、まだ雲海が残っています。立雲橋、そして竹田城跡の両方で雲海を楽しめる機会は時間的になかなかないでしょう。ここで竹田城の歴史を説明するとかなり長くなるので、簡単にお伝えすると、竹田城は室町時代の1443年頃に但馬の国の守護大名山名持豊によって築かれた、いわゆる山城で、当時ここは播磨と但馬、そして丹波それぞれの国境付近で交通の要衝だったことから、その国境を守る拠点として築城されたようです。築城時点ではまだ盛土、つまり土でできたお城だったそうで、この石垣はそれから約150年後の1590年代に作られたもの。石は山頂付近から滑車を使って人力で運んできたとされています。同じ頃天守や櫓なども作られたようですが、1600年に廃城となってからは長らく放置され、今は石垣のみが残る城跡になってしまいました。それでもこの素晴らしい景色や、さっき実際に見た雲海と城跡の組み合わせがまた素晴らしく、現在では兵庫県の重要な観光資源として多くの方が訪れる場所になっています。400年以上ほとんど変わらない石垣、雲海がなくても満喫できる竹田城です。山の上にあるので、どこからでも眺望が期待できます。本丸跡、天守台にやってきました。天守台に登ってみるとこの景色。竹田城跡は天空の城の他に日本のマチュピチュという別名もありますが、
ここから見る景色はどちらかというとマチュピチュの方ですね。またさらに虎が伏せているように見えることからトラフス城という別名もあります。さっき言った北千住の広場方面です。雲海がまだあって、天守台でガイドをされていた方も驚いていました。通常はやっぱり8時頃には消えていくそうです。北側に特徴的な橋を発見したので調べてみると、あれはこの竹田城にちなんで名付けられたトラフス城大橋というそうです。あれも観光スポットになりそうな見た目ですね。姫路と田島地域を結ぶ万端連絡道路の橋です。最後にあの南千住と呼ばれるエリアに行ってみようと思います。それにしてもこれだけの石を切り出して運ぶとなると相当の人数が関わっていたのではないでしょうか。当時のこの地の重要性がわかるようです。近くには生野銀山もあって、秀吉にとってはぜひとも押さえておきたい場所だったとも言われています。何やら石碑も立っていますね。南千住はかつては松の木がたくさんあったようで、切り株も多く見られますが、今はもう残り少なくなってしまいました。周りではその子孫にあたる幼い松が自生しています。この辺りまで松が生えていたようです。竹田駅から城下町と丸山川の風景です。これももうおなじみの風景ですね。よく兵庫県の真ん中は謎の地域であるとかネットでたまに見ますが、ここはその兵庫県の真ん中から少し北に位置するところ。田園風景、そして雄大な山々がまたいいですね。南千住の先端付近から見た天守台方面です。こうやって見るとやっぱり立派なお城が建っていたんでしょうね。実際に見てみたかったです。時刻は10時、雲海はまだ少し残っています。長居するわけにもいかないので、そろそろ出口へと向かうことにしました。ここで見えるひときわ大きな石、これが竹田城跡の石垣で最も大きい鏡岩と呼ばれるもので、触れると願いが叶うという言い伝えもあるそうですが、今は柵もしてあるため見るだけにしておきましょう。途中何度も立ち止まって素晴らしい景色を眺めながらバス停を目指します。竹田駅まで戻ってきました。現在10時43分、次の列車は11時23分です。竹田駅には1日1本特急浜風が停車します。これに乗れば神戸まで乗り換えなしで快適に移動できますが、だいぶ時間が先なので節約も兼ねて普通列車で帰ることにします。ここは恋人の聖地でもあるようです。結構いろんなところで見ますね。これも観光地あるある、顔をはめて撮影するパネルも設置されていました。駅の横には竹田城跡の石垣を模した広場が整備されています。登山道は駅のすぐ裏から出ており、40分くらいで登れるので、バスの時間に合わなくても体力さえあれば問題ありません。黒い屋根瓦の家が連なっています。この辺り特有のものでしょうか。旧木村酒造場の建物、現在はショップ、ホテルにレストラン、資料館、観光案内の拠点になっているようです。ここでお土産を買いました。時間になり駅に入るとすでに列車が待っていました。
竹田城跡は行くのが大変というコメントをネットで見たりしましたが、実際に訪れてみると全くそんなことはなく、列車とバスの時間が合えば公共交通機関だけでもかなり楽にアクセスすることができました。来た時は夜で何も見えませんでしたが、昼間は車窓も素晴らしく、これは移動中も楽しめます。寺前で姫路行きの電車に乗り換え、姫路城が見えてきました。まだお昼の1時ということで、朝は竹田城、昼からは姫路城見物という田島と姫路の豪華な万端お城巡りもありですね。今回は姫路駅で名物の駅そばを食べて、新快速に乗って帰ることにしました。次は桜の時期に田島吉野と竹田城跡、そして雲海のスペシャルコラボが見られたらいいですね。ご視聴いただきありがとうございました。